い、どうも皆さんこんにちは、リザーズです。はい、というわけで今回はあの企画パート3をやりたいと思います。その企画はプレイ画面だけでこの競技勢誰当ててみやがれ。はい、というわけでそんな感じです。はい、やっていきましょう。まず1人目いきましょう。僕もねこれ完全に見てないんでね、まあもう編集者さんにまあ競技勢のまあこの中から適当に選んできてくださいみたいな感じで言ったんで、マジで分かりません。誰だ。いや僕これスキン的になんかもうなんだろう、名刺っぽくない。もうスキンがさ結構大事だからさ、なんかアリケンサラと違ってやっぱスキンが一番、アリケンサラバージョンはね特徴結構あったけど、競技勢はね、まあ、プレイスタイルと視点とスキンとかそんな感じじゃないかな。結構ね、まあ、競技勢はいろんな人見てきてる方だと思うから、まあ、当てれる自信はあるね。これちょっと名刺っぽいんだよね、なんか割と視点も。これ名刺っぽいな、割と。うん。まあ、どうだろう。判断、これ大会の動画ですね。ソロ大会や。ソロで十何キルしてるぞ。誰だろう。あ、ちょっとでもゆっくり。だって俺ゆっくりじゃない視点。おっと待って、これ、待って、ルナ説出てきた俺の中で。え、視点今思えばゆっくりだな。あ、これルナっぽい。みんなよし、ちょっと待って。いやでも分からんな、まだ分からん、まだ分からん、まだ分からん。でも俺の中で前は決まりました、軽く。なるほど。よくよく見たら結構ゆっくりじゃない。もうめちゃくちゃいいね、落ち着いとるわ、うん、さあどうだ。落ち着いてハイグラ 1V1。 やばいね、15キル揃って、ソロで15キルってな、めっちゃいい。はい、勝っていくビクトリーロワイヤル。はい、というわけでいきましょう。誰かもう1人ずつ答え合わせしていきます。ではいきましょう。1人目ルナ。当てた。え、すごくない、今ので当てんの。え、やっぱ視点大事だな、これ。視点で結構これあれだね、わかるね。よし、じゃあルナ当てた。やったー、危ねー。いきます。では次の方、はいはいはい。なんだこのスキン、だいぶ珍しいね。これがだいぶ珍しいよ。なんだろう。視点早いね。さっきまでルナ君ってマジ遅いからさ、こう見ると本当にルナ君って視点がゆっくりなんだなと思う。この人めっちゃ視点早いもんね。誰だろう。視点120きついよ。トロモストロンの長いですね。これまあ僕家電やるな、もしかしてこれしこっから勝ったらやばいけどな。さすがに勝ってへんと思うけどな、さすがに。エイムよ今の見た？トラッキング。でもマジでエイムいい、この人。こんな感度早そうなのにさ、エイムよくね。うま、今の。え、今当てたの？ What the fuck is that や。え、やばい、この人やばい、この人やばいぞみんな。この人うまいぞ、誰だ？マジで。マジでわからん。リプレイ、リプレイがあるぞ。うま。おえ、勝った。おうますぎ俺。え、なんか字幕ついてるけど。誰だろう。チャンネル登録よろしくお願いします。これ動画から切り抜いてもらってるから、この字幕も結構ヒントになるな。この字幕誰だろう。え、マジでわからん。やばい、やばい、やばい。おっとおっと、答え最後、編集者さん、編集者さん最後。誰だろうな。よし、ちょっと答え見ていくか。うん、誰だろうな、わからんな、誰だろう。よし、見ていきましょう。予想いくね。いきます。ではせーの、ブヨリブさん。どうだろう、合ってるかな。いや、どうだろう。よし、じゃあいきましょう。答え、ブヨリブさん合ってたー。よー、合ってた。3、2、1。はいはいはい。このスキン結構特徴あるね。このスキン使ってるのあの人ぐらいじゃないかな。俺トリオだぞ、トリオ。でこれやばい、でも新格なんだけど、トリオが。でこれ過去の動画か今最近の動画か分かんないから、そのあれなんだよね。そう、マジで分かんないの、誰が相方が変わってるからね、やっぱシーズンごとに。誰だろう。あ、でもレバイショって今シーズンからだよな、分かんない。じゃ今シーズン新国の国の人って誰だっけ今。やばい、分かんねえ、誰だろう。でもうまいね、落ち着いてるわ、めちゃくちゃ。 AME、 もう全員 AME 落ち着いて。さあ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 、誰でしょう。
俺最初真空だと思ったんだよね。あの真空君結構はね、このスキン使いがちだから、クッキーマン女のバージョンみたいな。そう、資材ないぞ、落ち着いて。うまー、誰だろう、わかんねえ。真空君とトリオ組んでるの、確かラゼル君とファイヤー君なんだよ今組んでるのはね。いやでもトリオの大会まじ違うメンバーとする可能性もあるからな。ファイヤー君、よし、俺の予想はファイヤー君ね。いやどうだろう、ちょっと自信ないな今回。よし、じゃあ次行きましょう、答え合わせ。さあ誰だ、猫くんかー。待って待って、マジでこれは分からんかった。待って待って、まあ、そもそも待って、よくよく考えたらディオだわこれ確かに、まあ、猫くんか。いやめっちゃ AM いいと思った。うわー、で猫くんよかった。確かに今思うと結構ヒントあるね、シンクくんの相方か、確かにディオの。うわー、兄弟、まさか兄弟で大会で取ったとは。うわー、合ってなかった、今合ってたし、いる今のこの絵。いやマジか、いや悔しい。3、2、1。はい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 、これもソロ大会ですね、ソロかな、いやわかんない、いやいやトリオだねこれ。強、とりあえずアイテムがクソ強いアイテムがクソ強いのとこれ一人だね、一人で。これもしかしてクラッチ、これ一人だよねだって。で今ダウンで取ったから、まあモードはソロじゃないんよ。おお、うますぎ。誰だろうこれ、視点結構まあ早めっちゃ早め、なんか大体なんか俺分かった気がするな、結構これ分かった気がする。これクラッチ王って言ったらやっぱあの人しかおらんのよ、フォートナイト書いておいてクラッチ王。うまーい、うまい。よし、俺の予想言っていい？もう俺結構これ自信あるわ割と。よし、じゃあいきましょう。せーの、ラギスくん。多分ラギスくんだと思うんだよね、スキンもね結構あれ使ってるから。ラギスくんどこだろう、うまいですか普通に、めちゃくちゃもう落ち着いててマジ神 M だな。よし、じゃあいきましょう。アリスくん、え、アリスくんなの、え、これ当てれた人いるこれ。え、待って、俺これマジラギスくんかと思った。アリスくんなの、え、待って、むずい今回、やばいぞ。ヒントがあんまりないっていうのもあってむずすぎん、ちょっとやばいな今の、わからんかったな。いやいや、これアリスくんなんだ、覚えとこう。え、結構視点俺ゆっくりってイメージあったけど結構早くないっすね。いやわからんけど、もっと早いからラギスくんは。よし、じゃあ次行きましょう、続いての方。よし、じゃあ次行きましょう。3、2、1。はいはいはい、誰だろう、全く分からんこれは。めっちゃ、え、やばい、待って、みんなキル数注目して。え、大会で16キルしてるけど一人で、バケモンすぎて草殺して誰、うまい、もう落ち着いて。え、誰このバケモン、ちゃんとめっちゃバケモンなんだけど、うまっ。え、でもパッとの方らしいしかも、え、誰よこれ、え、誰って言ってんだろう。うまいな、でもめちゃくちゃ。100スパイルってことは全シーズンかなこれ。え、やばくない ?18 キルって。待って、今、ちょっと今相手見えそうだった。誰だった今の。誰だ誰だ、ちょっと、俺、ちょっとおじいちゃんすぎて、ちょっと追いつけん。これ誰だ、あ、ボブだ。え、ボブとディオやってんだけど、え、誰だろう。でも、パッとね、ボブとディオ。はい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 。ちょっと分かってきたかもしれません。うまっ、追いついて、追いついたところ。22キルしてるけど、ディオで。え、これやばくない普通に、一人で22キロでしょやばすぎでしょ、キル数だけもやばい、死んじゃう。ここで落ち着いて、ラスト 1v2。 うまっ、はいはいはい、この最強のプレーって言ったらあの人しか言いませんね。よし、じゃあいきましょう、せーの、リムル。いやリムルでしょさすがに、いやワンチャンワイルドローかなと思ったけど、まあディオの視点もちょっとリムルっぽかったかな、スキン的にもね。ワイルドオークめっちゃ変なスキンばっかつくから。よし、いただきましょう、答え合わせ。リムル合ってたー、よし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 、リムルでしたね。いやあれちょっとリムルかなと思ったかな、ちょっと、3、2、1。やばいやばい、 AD ってやばいやばい、早すぎでしょ。でもわけがわからんわけがわからんパニックパニック、視点早すぎ。え、これ誰、いや嘘でしょこれ、公開なんだけど、しかも実戦っていうね、いいバケモンでさ、誰これやばくね、クリエイティブと公開こんな早いのって
俺あの人しかおらへんと思うんですけど、今日20分でほら、やばいエディットなんです、マジで。え、これやばくない？競技勢だからね、競技勢でこんな速い人だから、もうあの人しかわかんないな。誰だ、はいはいはい、うわ、うわ、やばっ。エディット兵だけじゃなくて英語もいい。じゃあ答え合わせ行こうかな。よし、行きましょう。じゃあせーの、ディア、ディアかな。うん、さすがにあのスピードはもう一人暮らし来ないかなと思います。ディア、では行きましょう。答え合わせ、はい、やってた、よかった、よし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 。まあさすがにね、あのスピードはもう一人しか来らへんよ、正直。うん、よかった、合ってました。よし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 、じゃあ続いての方行きますか。よし、世界率めっちゃいいんじゃない？誰だろう？おっと、なんかスナイパーあるね。これ一度、え、まだ、今何やった何やった、おお、早すぎて今クイックショットが、誰だこれ、誰、やばっ、うますぎて草、スナイパー誰だろう、この人スナイパーうまいな。俺年シーズンだね、スナイパー。でも今シーズンも一応あるか、あるけど、なんかポットから買わないと手に入れないですね。うまー、スナイパーめちゃくちゃうまいけど、あ、ファイヤー組み立てる、はい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 、ファイヤー組と一緒に乗っててスナイパー、そこスナイパーまず狙う、まずそこ トリッキーすぎん、そこでスナイパー狙うの、ショットガンじゃなくて相当自信あるよな、スナイパーの。うめうめ、スナイパーエディットも普通に速いね、うまっ。誰だろう、スナイパーうまくてファイヤー組み立てるあの人かな。うん、まあ、スナイパーといったらあの人かもしれん。ラスト 1v2、 おっと、なんだこれ、トリックだった、当てる、当てるかと思った、相方が当てるっていう謎のクリップ相方が当てるんかい、はい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 、なるほどなるほど。じゃあいきますか、俺はあの人かな、いきます。じゃあせーのでいきましょう、せーの、シュンシャン、シュンシャンかな。スナイパーでファイヤー君と絡み合ってあんなことするの、多分シュンシャンだから。じゃあ行きましょう、答え合わせ、せーの、シュンシャン、よかった、当たった、よし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 。まあシュンシャンだと思った、正直あんなスナイパー前のシュンシャンぐらいだね、正直な話。よし、じゃあ9番いく、よし、ラスト、これラストですね、これ多分時間的に。よし、じゃあ行きましょう、ラストどうなる、はいはいはい、誰しかないかな、残り、12人からどうなるんだ、まあ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 、まあ、とりあえずこっち行ける、上行ってる感じだね。スキンはどうだろう、まあ、結構ありがちの重さスキンって感じだけど、ただ知る、あ、これでもきっと渡してダブル息するな、これ多分。違うか、これなんだ、なんで人としたんだろう、本当はあれ取ったのとかだと思ったけど、相方に渡してもらったら、ちょっとこれ1キロ落ち着いて、落ち着いて、おっと勝っていった、おっと誰だこれ、ピクトルロワイヤルって出てたけど、え、これ誰、え、全く分からんけど情報量が、待って、でもこれ妹、待って、見たことある気がする、え、この妹、待って、みんなあれじゃない、珍しかったから分からなかったけどさ、スキンが、待って、俺見覚えあるわ、あの妹に。よし、じゃあ最後いきますか、誰か、多分ね。よし、じゃあいきましょう、最後誰か、せーの、ネフさん、ネフさんかな、最後は。どうだろう、なんかね、あの妹ネフさん使った気がするんだよな。よし、では見ていきましょう、誰か、そう、いきます、あっとったー、ネコライティーさん、今回結構当てたくね。はい、というわけでね、今日はこんな感じで終わりました。結構難しかったですね、やっぱ競技勢ってだけあって結構ね、ヒントもなかなか少なくて難しかったかな、俺的には。ん、結構当てた方だね、それにしては。はい、というわけで皆さん、どんな感じ、どんぐらい当てれてた、皆さんは。もう当てた分だけ皆さん声をお願いしますはい、というわけで今日はこんな感じでこの動画を終わりたいと思います。面白かった、もうまたしてほしいなって思った方がよければ、高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあみんな、バイバイ、おつじじー、お疲れ。